Hello, what's up, guys? My name is Lian and welcome to my video. ということで、今回はフォートナイトシーズン6をやっていくんですけど、なんと、このマップ上に、シーズン2の時のラスボスの保管庫、秘密の保管庫があるらしいんですよ。それが、こっちのキャティコーナーの方にあるみたいなんですけど、今回はその保管庫の方に行ってね、ちょっと皆さんにどういう感じなのか、見ていきたいと思います。そう、こっちにあるらしいんだよね。来てるね、敵、ここ。おいおいおい、もしかして保管庫目当てか？俺のもんだぞ、保管庫は。手前降り倉庫の人。絶対手前でしょ。俺これ右降りようじゃ。絶対これ右降りた方がいいでしょ。みんな左降りるもん。いいよじゃ。あげるよ、そっちは。いい、頼んで。怖い。非常に怖い。こんなにキャティコーナーに敵降りると思ってなかった。そう、このね、ジョンズィのスキン、普通にめっちゃかっこよくない？このツルハシ、これも多分、確かバトルパスのやつなんだけど。最近の、てか、シーズン6まで始まって1日も経ってないけど、お気に入りだな。あ、撃っちゃってる、撃っちゃってる。これもう今行くしかないね。やばい。まあね、きっとここにあるから。これは。やばい、やばい、危ねえ、はあ、危ねえ、めっちゃヌーブプレイするとこだった今。危な、はあ、怖い怖い怖い。見失ったわ、普通に。危ねえ。そう。でね、保管庫ね、みんなこっちだと思うじゃん。こっちじゃないんだよ。実は、ここじゃなくてね、秘密の保管庫があるんですよ。オッケー。じゃあ、向かいますか。で、その保管庫なんですけど、こっちの方にあります。ついてきてください。こんなとこね、絶対誰も気づかないでしょ。多分まだ気づいてる人本当に少ないと思う。こっちのところの、ずっとね、ここのボルトって巨大なボルトがあったじゃん。で、これずっとアクアクって言われて、あい、見て、え、なに、蝶がいるんだけど。なんだ？あっ、ええ、俺も見るの初めてなんだけど、今の、何今の。ほら見て、みんなこれ。見える？ブームって書いてあんの。え、こん中何があんの？え、行くよみんな。え？何これ？蝶？裂け目？あ、これ入れないんだ。入れないんだ、これ。やばくないでも。何この裂け目。え、何もないのかなこれ。なんだこれ。なんでこんなとこに保管庫が。これドア壊してみるか。そう、このブームね、みんな見覚えあると思う。これはね、あの、TN ティナっていう、シーズン2の時の、ラスボスがいたと思うんだけど、その子のね、保管庫なんだよね、これ。その中には裂け目があるんだけど、どういうこと？ここってのが結構なんか意味深だよね。このちょうどでかいボルトの前にあるのが。どういう意味なんだろう、これ。破壊するみたいな。破壊できるのかな？さすがにできない。これ3つ投げたらなんか起こるとか、そういうこと？やばい。あ、見て、入った。いやー。え、待って、開いた。え、待って、開いたんだけど。ちょっと待って、熱い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 。どうやら、ちょっとまた戻、ここに戻ってきたんですけど、なんとね、これジョンジじゃないと壊せないらしいね、ここ。なんか俺たまたまジョンジースキンで来たんだけど、ここはまず、やばい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 、いてえ。だから俺ジョンジースキンで来たから、この保管庫が開いて、ほらほらほら、インタラクト来た、インタラクト。これでインタラクトすると、いくよみんな。はっ、はで、ええ、どういうこと、どういうこと、え、どういうことこれは。ジョンズィで来て、開けたのに、なんかよくわかんないことが起きたんだけど。もう一試合行ってみる？もう一試合行ってみるか。はぁ、そういうことだ、多分。わかっちゃった。今のやったからこのスタイルゲットしたってことじゃない？
っていう感じで、まあ、エージェントジョンジーでさっきの秘密の保管庫のとこに行って、扉を壊して、あの、裂け目みたいなの触ると、新しいエージェントジョンジーのスタイルが解放できることが分かりました。っていう感じで皆さんもぜひエージェントジョンジー持ってる方はやってみてください。この動画が少しでもいいなと思った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。ピース!